両友会は男社会ですね。漁師女子会ったことあります。10人ぐらいですかね。若い漁師女子はちょこちょこ全国にいますね。それこそ YouTube やってる方も何人かいらっしゃいますし、まあ、メディア出てる方もいらっしゃいます。基本的に男性が多いです。主流やってる人は安性ももちろんですけど、女性も気が結構強いです。じゃないとやってけないです。鹿とか友達さすときに、へぇ、無理なんて言ってたら鹿にも失礼だし。そういう意味で言うとかなり気が強いというか、自分持ってる人が多いかな。次元大輔が使ってるリボルバーってなんかこんぐらいの銃ですよね。手内ですね。両銃って長さ決まってて、三段銃だと三点九センチ以上じゃ なダメなんですよこれって隠せちゃうじゃないですか。だからまあそういう用途じゃないんで、手両は隠さずに行うものなんで、ちゃんと許可を受けてやるものなので、あれは持てないですね。空気中だったら79.9センチ以上だっけな色々決まってるんですね、光景とか。その中に当てはまらないんでダメです、あれは。僕の量子レベル100だったらマックスがね、多分5ぐらいですね。50年とかやってる人いるんですけど、そういう人と比べてしまうと何もできないです。感覚が違いすぎて、匂いとかもすごい敏感に取るんですよ、そういう人って。僕が全く気づかないとこでも怪しいな、みたいな感じで。 ですすよよねね周りのの雰囲気気とととかか微妙なな空気の変化とかを感じ取れるるうになってるんだと思います、ね、全くわからないのに、あ、なんかいるみたいな感じの時に、本当に出てきてたことがあって、それはマジでビビりました全く気づかなかったです、僕は。漁師になるまで、10とかも含めると、確か36万ぐらいで取れましたね。まあ、いろんな手続きの手数料とか、10買うお金とか、練習行ったお金とかか最初。えっと、三段重持つ前に、家に行かないといけなくて1それ4万円ぐらいしたんですけど、まあ、10が18万円だったんで、手続きだけとかだったら10万円ぐらいでいけるかなって感じですね。10万円ちょっ 超えるかって感じです毎年かかるんですよね、お金が。絶対、毎年使わないといけないんですよ、銃って。銃って使わないと眠り銃って言われて、めっちゃ怒られるんで、警察に。れなんで使ってないんですかみたいな。正当な理由あるんですかよって言われるんで、毎年ランニングコストも20万ぐらいかかってくるかなって感じですね。漁師で金持ちはあんまりいないような気がしますね。金持ちはゴルフとかやってるかな。ただ、量は金がかかるのも事実です。で漁師というか、クレー射撃だけやってる人は、割と裕福な人多いんじゃないかなと思う。1週間に1回とかクレー射撃行ってると、そのだけで1万円とか飛んでっちゃうんで、年間48万円かけきいだけど。 まあ、その回もいろいろ手続きとかあるんで、まあ、60万ぐらいかかってくるような趣味ですね。めっちゃ金持ってる漁師、あんまにいますけどね、もちろん。金持ちばっかってわけではないですね。狩猟中に珍しい動物とか遭遇したことあるかっていう質問なんですけど、珍しい動物で言えば山鳥ですかね。漁師やるまで山鳥っていう鳥知らなくて、尻尾がめっちゃ長いんですよ。1メートルぐらいあったかなかなり長くて尻尾が。なんだ、な、な、何あれ伝説のポケモンですかみたいな感じで出会った時に、すごい綺麗だなと思いました。取って食べましたけどね。めちゃくちゃ美味しかったですね。で、あとは、猫ですかもう超山の上で猫に会った時に、真っ白な猫に。え ってなってこっちも向こう神秘的な猫だみたいな感じになりましたね。そんな山でも猫住めるんだと思って。たまに今でもね山の中で猫会いますけどびっくりしますね。僕が初めて銃をう のののはは射射撃撃場場場だったんんでですすけけど自分銃銃銃を持つ前にに薬合行かないといけないいいとねその時に引き金を引いたんですけど最初はちょっと引けなかったですね3秒ぐらいですけど引いた瞬間にこの10メートル先ぐらいにあるクレー射撃のクレーがバーンって割れてこれ本当にやばいんだなと思ってこの引き金を引くだけで案内遠くにあるもの10メートルか15メートル先にあるものがいきなり破裂するっていうのにびっくりしましたね緊張というか本当にこれ気をつけないと人殺しちゃうなと思って 気ををつけようううううっっっっっててて、なななりました。たそういい世界に入ってくるんんだとと思思安全第一なんでこすね。あんまり僕はないんですけど、漁師から人気が高いのは、ミロクとかですかね。メーカーで言うと、ミロクっていう高知県にあるメーカーの銃があるんですけど、そこは若い漁師は結構人気な気がしますね。年配の方とかだと、ライフルとか持っちゃったりしてるんで、三弾銃あんま知らなかったりしますね。本当に好みがそれぞれなんで、僕はベレッタっていうところの銃使ってるんで、ベレッタ A400 とかは欲しいなぁと思いますね。かっこいいなぁと思いますいや。銃によってもなんか、 装飾とか彫刻違ったりするんでそういうところもまた個人のこだわりなんで、もう上見たら切れないですね、銃って。1000万の銃とかもあるし。これ持ってていいなーとかも。全部みんなかっこいいですよ、銃は。店は1個しますもんね。触っちゃダメだけどね。獲物を取った後すぐに冷やさないと肉ってどんどん傷んでちゃうんで、本当にその締め方によって味が変わるっていうのは事実ですね。血抜きが大事って言われるんですけど、なぜ血抜きが必要かっていう話で、血が残ってると体温が下がんないから血抜きが必要なんですよね。だから血抜きがめっちゃ大事っていうよりは、体温を下げるのがめっちゃ大事になってきます。僕は 冬に量をやややってててててる時は、えー、と心臓刺ししし血抜きき20分ららい冷やしてから、えー、と捌き始めてやります、ねまあ、そうすると大体いい味になるかなと思います。より量犬を放って山の中を走り回った鹿を取ると明らかに熱がめっちゃ高いです。で、肉とかもちょっとピンク色になってたりするんで、そういうのを食べるのも量の楽しみみたいな。今日は頑張ったなみたいな感じで食べるのもいいですね。ほんと個体によって違うんで、こいつが何やってんのかなとか、今日は大変だったなとか言いながら食べる鹿とかイノシシは美味しいですね、やっぱ。 狩猟で行く山ってなかなか激しいんですよ。とんでもない坂道とか上がっていくし、手とか山に突きつけながらズボズボ上がっていくみたいなとこもあるんで、普段筋トレしてる人とか走ってる人とかが、この量についてきたことは何回かあるんですけど、全員次の日筋肉痛になってますね。僕も久しぶりに量とか行くと筋肉痛になりますね。なかなか特殊な、山登りとかしてる人は筋肉痛ならないのかもしれないですけど、なかなか特殊な筋肉を使うみたいで、みんな筋肉痛になるし、量の最中も汗だくでとんでもないことになってますね。足とかももうすぐ釣りそうになってます、みんな。 漁師になったら何が一番最高か自分で取った獲物を自分の好きなように解体して自分の好きな調理法で食べれるっていうことですかね。正直、ジビエ料理屋とか美味しくないっすよ。調理法で言うと、まあ、そのめっちゃ高いフレンチとか行けば美味しい鹿とか食べれますけど、高いし、自分でやっぱり取ったものっていうのはその日の一日の苦労とかが味に出てくるんですね。自分で大変なんですね。解体とかも。大変な中か解体した後にみんなでバーベキューやるとか、鍋するとかは最高ですね。そういうのが一番僕は最高ですね。10を持つ 最初警察ににくここととがが必要になっってるるんんででですすけどそこでちょっと面接みたいのがあるんですね僕の場合はあったんですけど、これ本当に担当とか地域によって全然違うんですが、僕はかなり厳しくて、30分くらい面接してもらったんですけど、最初に、あなた銃持って人でも殺すんですかみたいな感じで言われて、うわ、すごい圧迫面接だなって思いましたね。まあこれ何回も話してるんですけど、警察もなんか僕ら銃持ちたいっていう人を疑わないといけない立場なんで、それはしょうがないですね。僕がなんかもし本当に銃持って撃っちゃったとか人、武闘として銃持ってるってなると、警察の責任とかにもってくるんで、銃業界全体に響いてきちゃうんで、 銃ってほんと危ないもんですからね。しかもそうやって思われてるから、国民から。簡単には出せないです。まあそういう面接をされる確率が高い気がします。これ本当に日によるんですけど、最高だったら日の出から匂いまでいたことはありますね。1日最高に取れたものは、漁友会にみんなで行って、最高7頭かなの鹿が取れたことはあります。でも鹿ってみんないらないんで、漁友会の方とかってちょっと持って帰るだけなんですよね。僕はめちゃくちゃ鹿欲しいんで、その3頭分の鹿をもらったことはあります。まあ、4頭はちょっと廃棄処分当たった場所とか悪かったんでね。ですね。日によりますね。朝だけ行く人もあるしね。夕方だけ行く人ね。 あるけど夕方行って取れちゃうと、うわってなるんですよね。まあ、もう暗くなるし、どうしようみたいな。朝だったらそこから軽くなるんでいいんですけどね。夕方取れちゃうと、ちょっと大変なんでね。まあ、そういう雨とか、その状況とかも考えてやりますね。漁師だけで成形立ててる人、僕の知り合いには二人しかいないですね。難しいです。取れないんですよ、本当に。年間100頭ぐらい取らないと生きていけなくて、漁師だけでは。年間100頭って本当に3日に1匹取らなきゃいけない感じなんですけど、僕1年目3頭ぐらいしか取れなかったんですね。本当にに、10持ったら鹿とかイノシシ簡単に取れるだろうって思ってる人多いと思うんですけど、マジで 難しいんですよ本当に当たらないんですよ。止まってても当たらない感じの人が最初多いんで、そういうの考えるとなかなか難しいのと、お金を命に変える覚悟があるかどうか、命をね、お金に変える自信があるというか、まあそういう覚悟ができるのかどうかもまた問題ですね。量をしててかわいそうで見逃すことあるかどうかって話なんですけど、ないですね。こっちも本気でやってるんで、かわいそうだからっていう気持ちで山に入らない。絶対に仕留めてやるぞっていう感じなんで、どっちが死ぬかなんですよ。でも、鹿に殺されることとかないですけど、イノシシの場合は殺される可能性だってありますし、山な道な なんで足を外して落ちてっちゃって、そのまま誰にも見つからず、死ぬ可能性だってあるわけですね。狩りの世界。 なんで、かわいそうだから見逃すことで、山に入っているのであれば、彼らにとっても失礼だと思うんで、本気で戦っているような、そういう感覚で戦ってますね。狩猟をするには、狩猟税っていうものがあって、ま、あ年間10だったら1万6千円ぐらいだったかな。罠だと8千円で、網だと5千円で。狩猟税の他に、まあ、猟友会入っているのは猟友会の会費みたいなのが必要で、年間1万とか1万5千円とか払い合わされますね。あと、ハンター保険。8千円とか1万円とかかな。税金でいうと、狩猟税。猟友会入ってる会費と、あと保険かぐらいが最低限必要になってくる税金。 みたいな立ち位置のものですかね狩猟できる場所って決まっててどうやって決まってるかっていうと地図見せますねまあこんな感じでこれ滋賀県の狩猟者マップなんですけどこの赤が保護区でいろいろ決まってるんですよねでまあ銃が使えない場所とか罠だけの場所とかがあります突然説明するとこの辺は江ゾライ町とか山鳥とかは一日何話までとかも決まってますね基本的に漁師音業でやってる人っていうのはほぼいないと考えてもらって OK です年金暮らしの人が漁師やってお金もらってるっていうパターンは多いですね 人は領海でも中でも外若い方になるんですけど、お金を目当てで漁師になったって人はいないですね。稼げないのが分かってるんで、なかなか難しいですね。稼ぐのは肉食いたいとか、銃打ちたいとか、そういう狩猟したいとかそういう目的で銃を持つ人が多いと思います。稼ぐぞって言って漁師になってもう稼げないんで、稼ぐだけなら web とか普通の仕事やった方がいいと思います。僕の場合は鹿を取ったらここでさばいて肉にして持って帰っちゃうんで、皮とか内臓とかは埋めて処分してますね。なぜなら今回皮について喋りますけど、皮ってめちゃくちゃダニついてるんですよ。毛とかに100とか200とかついてるんですよ。ダニがそれ。 帰るるるるとととと危ないんんんんんでででですすすよ車のの中かかかにに残っっっったたりりして犬とか飼ってるんで飼って犬飼僕シシズズそのダニに寄生されちゃうと死んじゃ死じ人間も危なくて、マダニとかついてると、マダニのねド、感染症みたいなのがあるんですけど、それによって死んじゃうんですよ。危ないんで、もったいないんですけど、まあ、捨てちゃってますね。有効活用はなかなか難しいんですよ。舐めそうとしても、ね、財布とかに使われるじゃないですか。財布って本当にめっちゃ臭いんですよ。舐めす。だからなかなか難しいんですよね。利用するっていうのは。漁師になれない人、絶対的結核自由と相対的結核自由っていうのがあって、例えば、絶対的だったら、僕は銃持ちたい ってなった時に破産してるとか借金あるとかうつ病とかなど重罪法違反から3年か5年経ってない人とかで、ね、犯罪歴ある人とかの場合は絶対的規格自由になって絶対に持つことができないです。で相対的規格自由ってのは家族がうつ病であるとか例えば僕が銃持っててその家族が自殺したいとなった時に銃使われたらめっちゃ困るじゃないですか。だからダメだよっていう銃とか出せないになってるんですけど自分しか鍵持っちゃいけないんでただ絶対的でも相対的であってもどちらでも基本的に警察は該当するのであれば与さないと思いますね銃は許可しないと思います。 無料で殺しちゃいけない動物結構多くて、むしろな、取っていい動物が決められてるって感じですね。それ以外は動物愛護法とか、あと家畜法とかで保護されてるのかな。だから犬とか猫とかはもちろんダメだし、まあノイ犬っていう野生で生まれた犬はオッケーなんだけど、それ野良犬とちょっと違って、野良犬はペットが暴走して、あ出てっちゃったやつ、ね、これは野良犬なんでダメなんですけど、ヤギとかもダメですね。ねヤギ撃って捕まった人とかはいますね。銃取り上げ、プラス狩猟法違反か、家畜法違反とか、動物愛護法違反とかで書類送検はされると思います、ね。悪質なら普通に懲役刑。 かな